業務スーパーで買った手羽。減塩醤油で下味をつけます。カンバヤとワカサギを狙います。ここで釣りをしながら燻製を作ります。軽く乾かします。オランダ仕掛けなら、一度にカンバヤとワカサギが狙えます。カンバヤはコイ科です。それでは、釣りを始めましょう。まあ、釣れないよな。全部の針に刺しをつけてみました。簡単に釣れないのは、わかっている。冬だもん。これで炭に火をつけます。カンバヤやワカサギが釣れるのは、夕方の短時間だけだろう。それでは、いぶしましょう。アマゾンの箱をかぶせる。こまめに、投入を繰り返し、ごませを巻きます。はい、初ヒット。大きくない。はい、カンバヤが釣れた。とりあえず、キープしとこうと思ってたけど、逃げられた。どうやら、魚が寄ってきたようです。カンバヤなら、また釣れるだろう。火力調整窓。これは、大きそう。
濁いだな。濁いはリリース。いい感じ。はい、筆頭。はい、ガンバヤ。まあまあサイズなので、キープです。このカンバヤは小さいので、リリース。想定してたより、よく釣れるな。競争に波紋が出始めた。ワカサギが寄ってきたのかな。ワカサギも釣りたい。極細仕掛けに変えます。だよなー。ハリスが切れそう。無茶したら絶対に切れるぞ。濁いかー。一発で仕掛けが絡まった。オランダ仕掛けリターン。現在、午後5時。ワカサギは釣れそうもないです。群生はできているのか？火は通っている。カンバヤは塩焼きにすると美味しいみたいです。まあ、手羽の燻製の方が美味しいだろう。一日でも早くニュー動画を投稿したい。カンバヤの塩焼きは別の機会に作ります。崖を登らなくては。
チンで温めます。それでは、醤油を食べてみます。うまい。ちょうどいい味の濃さです。それでは、本命の醤油プラスニンニク。やはり、醤油プラスニンニクは、最強。塩コショウ。これは驚いた。意外だが、塩コショウが一番美味しい。マジ、うまい。応援をお願いします。